おはようございます。高値をしていらたまをします。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。どうも、私が高値をしていらと申します。はじめまして。とりあえず本日は大晦日で収録してます。これ私ティラ君が大晦日や金で仕事に行きました。哀愁漂う背中でした。ということで、私がやってみたいと思います。よろしくお願いします。低評価いっぱいつきそうだ。というわけで、私のパーティーはマジカルメイス魔法使いに、そこして聖女の盾、鎧はダークローブというね、賢者のローブだった。違う。あれこれ違うよ。ねえ、違うんだけどねえ。まあいいか。うん。子供はスレーブとゴースト。ね、魔法使いのミニモンチーム、草原森というね、三重愛想でございます。これね、私可愛いから好きだな。さあ、始まりましたよ。私のね、テイラーの初陣始まります。よろしくお願いします。いやー、どうやろうかな。とりあえず A と B で技選んでいくんでしょ？任せてね。もう思考停止でこういうゲームはね、なんかしておけばなんとかなるんだよ。ティラ君の挙げてたみんなで激闘とかも、まあ適当にやってればなんとかなってたもんね。まあまあ、向こうの方が早かった。早いね、リザードマンたち。私たちの場合でも早いと思うんだけどな。ここから返します。行きましょう。スライムドン。で、R で勇気貯めて、ね、そしてメラを撃っていく。あ、いいダメージ出るじゃないですか。ね、そしてこのフールブレイク、当たれば耐性無視というね、強力な技です。はぁはぁはぁ516! やっぱり強いね。マジカルメイス強いよね。マジカルメイスやっぱ強いなぁ。まあ、次はちょっと確実にね、フールブレイク外しやすい技ってなってるはずなので、ここ確実にハダルコでいきまーす。ホイミ、粘るね。ここで粘ってくる。あ、回復量上がってる。食べるのせいかな。さあ、ミラでいくよ。ほい、しっかり目はね、260ぐらい与えてますね。そしてここでヒャダルコ。ね。ヒャダルコで結構ダメ出るんじゃないですか。賢さがね、200ぐらいあるんで。うん、すごい出るね。すごい出るよ。結構安定してるんだよね。マジカルミーズのヒャダルコって、デンタザウルスとかの氷の弱点をつけるのもあるし、痛くない？痛いよ。痛いのやめて。なんで痛いことするのやめて。ね、そうやって、暴力的な表現をするのよくないよ。あ、なんでそうやって痛いことするの？暴力的な表現よくないと思うんだけど、私。ここはもうなんか、押し切りたいね。押し切りたいな。ボタンで選んで、火力を出していこうかな。賢者の石、火力に対して回復のね、もう、これ C が追いつかれちゃったね。もう、でも、ここからさらにね、私たちのスペシャルカードで返します。はい。このグランドネビュラで多分500ぐらい出ると思うけどなぁ。あ、だいぶ出るね。600出るんだ。あ、でもそれでもホイミを選んでくる。このターン倒せるかなぁ。このターンに倒したいよね、できればね。倒せなさそうだね。なんか、メラの方が出るんだもんな。なんか避けられてるんだけど。テラ君情報によれば確か、いたずらモグラそんな避けるモンスターじゃないはずなんだけど。まあ、リザンドのが避けるよりいいか。さっきこのヒャダルコで、あとスライムの呼吸いけるんじゃないかな。ヒャダルコ！いいよ、スライムで決めちゃって。ミラクルフラッシュが決まっていく。あー、失礼いたしました。このゲームってポケモンみたいなシステムあった？ねえねえ、このゲームってポケモンみたいなシステムがあんの？
このゲームってポケモンみたいなシステムあったっけ？なんか気合いのたすきみたいなシステムあった？初めて見たよ、私。こんなことあるの？あ、でもこれで終わるんじゃない？はーい、ありがとう。ありがとうございました。まあね、先ほどか、ね、勝ったし、この勢いでもう一勝ぐらいしたいなと思います。よろしくお願いします。まあでも、相手は魔法使いタイプなので、呪文で押せるんじゃないかなって思うんだけどな。どうだろう。ストーンマンが怖いよね。ストーンマンの超立ち下がる。まあ、立ち下がれる分には、こちらは呪文攻撃なので、いい感じなんじゃないかな。このミラクルフラッシュが、主人公とストーマンの弱点をついてるから、結構安定してダメージを与えられる気がしますね。このヒャダルコで弱点も取れる。うん、すごい出るね。メタルキングヨーイというのね、やはり戦士の賢さではっていうとこあるんだろうな。やだね、ダウンウォール強いからな。あー、ダウンウォール食らう。全体にダウンウォールって強いよな。攻撃なのに。ずるくない？それ。ねえねえ。魔法使いでダウンウォールしようと思ったら、賢者の杖しかないからね。岩投げ。うわ、すごい攻撃してくるね、物理で。やだな。あ、いいね。この正常盾が仕事した。いいよ。メラで、はい。え？まあ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 。まあ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 。まあ、別には負けてるわけでもないし。拮抗してる戦いかな？メラで？あれ？ゴーストちゃん、ゴーストちゃん、ストーマンとかエリミネーターが横にいるんだけど。あの辺りにやってほしいんだけどな。あ、ここでゲーム枠にかけていく。これで叩きつけるが外れる確率が上がったね。いい感じなんじゃないですか。これヒャダルコで安定してダメージを与えていく。ヒャダルコは普通に強いんだよな、このゲームね。ダウンウォールを連打してくるね。まあでも、痛恨よりいいのかな。もうこれどうなんだろう。ん？走ってきた。なんかお城モードだ。かっこいい。かっこいいけど、多分意味ないな、これ。意味ないと思うんだ、私。あ、いいな。ここで避けてるのはでかいよ。順調、順調です。すごく順調な流れですね。おっと、早いね。もう1000ぐらい差がついたんで、これはいい感じで、あ、ならば、私もよろしい？お返しでーす！よーし！よーし！このまま一気に詰めれるんじゃない？わー、ゴーストちゃんいじめないでよ。あー、まあ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 、すごい、くつぐんでそうで怖いな。おっ！スライムちゃんが、飛び上がる？これ150。身の回り高いな。ここで終わるんじゃない？誰に言っても勝ち！メラ！やったー！はい、というわけで私のね、モンスターバトルロード見事に勝利できました。嬉しい！で、ティラ君が夜勤で大晦日してる時に私は部屋でね、こうやってゲームしてる。じゃあまた、ティラ君編集よろしくね、これ。私のモデルと、ポイと。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。